全体を混ぜ合わせてください。はい、それでは作っていきたいと思います。まずお肉を切りますね。ちなみに昨日焼肉をしていたので、ちょっと余ったお肉をねそのまま使おうと思います。こちらが牛バラ肉の薄切りですね。それとこちらが牛肩ロースですね。どちらも 100g ずつあります。普通はですね、牛の、できたら薄切り肉を使うようにしてください。でこちらを食べやすい大きさに切っていきます。はい、こんな感じで食べやすい大きさに切りました。はい、切ったお肉にはニンニクチューブをですね3センチほど出して、よく揉み込んでおきます。こうすることでね、臭みが取れるので、しっかりと全体に揉み込んでおいてください。はい、こんな感じですね。はい、続いて玉ねぎを切っていきます。玉ねぎはですね、中ぐらいのサイズの、今回は半分を使用します。でこれを、薄切りにしていきます。まずはねこのお尻の茎の部分を取ってあげて、でこれを千切りにしていきます。玉ねぎを切るときはね、包丁を、上から下にこう引くような感じですね。手前に引くような感じで切ると切れやすいです。押し込んだりとかもね、いいんですけど、できたら引くようにして切ってください。はい、こんな感じです。あ、言い忘れたんですけど、牛肉を切るときとお肉を切るときと野菜を切るときは、まな板を取り替えるか、きちんと洗うようにしてください。食中毒の原因になってしまうのでそこだけは注意して切ってください。はい、続いてですねマッシュルームの水煮の水を切っておきます。こういったね水煮があるんですけど、これダイソーで売ってます。2つで100円で売ってましたので、でこういったザルにこしていきます。でですね、今回このこした汁ですね、こちらの方もすごく旨味とか出汁が出てるのでこちらも使いますので必ず取っておいてください。はい、そして、今回の裏技で使うこちらですね、赤ワインも、水分として入れます。今回ね全体の水分量が、450cc 入れるんですけど、そのうち 200cc はこの赤ワインを使うようにしてください。はい、このぐらいですね。はい、続いてお水なんですけども、450cc のうち 250cc はお水です。お水の中にですね先にこちら先ほど取っておいたマッシュルームの水煮の汁ですね、これを先に入れます。で水を入れて合わせて 250cc にしてください。はい、これで用意しておきます。はい、それから今回使うルーはもう普通のクレアおばさんのハッシュドビーフですね。普通にスーパーで売ってる、もうとっても安いやつ使います。今回は4皿分ですので、この箱の中に入っている半分の量を使うようにします。1カツ。はい、それでは炒めていきます。まず厚手の鍋に、油を引いてください。で火は中火ぐらいですね。はい、フライパンが温まったら玉ねぎから炒めていきます。玉ねぎがしんなりとするまで炒めてあげてください。はい、玉ねぎがしんなりしてきたら牛肉を入れます。牛肉の色が変わるまで炒めてあげてください。
はい、牛肉の色が変わってきたら、お水とマッシュルームを割ったものを入れます。お水ですね、お水を入れます。赤ワインも入れます。でここでマッシュルームも入れておきます。全体を混ぜ合わせてください。ここからしっかりと煮込んでいきます。蓋は今回はせずにもうそのまま煮込みます。蓋をして煮込む場合は水分の量を全部で 400cc にしてあげてください。煮込んでいるとアクが出てくるので、アクもきれいに取ってあげてください。アクを取るとより美味しい仕上がりになります。はい、今15分経ちました。よく煮込んだらハッシュドビーフのルーを入れていきます。でルーをしっかりとね、溶かしながら、とろみがつくまで5分ほど煮込んでください。はい、5分経ったら火を止めて仕上げにバターを入れます。よくバターを溶かしてください。はい、バターが溶けたら完成です。器に盛り付けていきましょう。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画がいいねと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。